ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けします。今回もいろいろ教えてください、小島さん。よろしくお願いします。ボンドカーズアリーナ小島です。よろしくお願いします。というわけで、はい、すいません、早速ちょっと紹介していただいてもいいでしょうか。はいはい、そうですね、今回入庫したお車、はい、ご紹介させていただくお車は、アウディの RS5、はい、スポーツバッグになりますね。はい、まあ、以前も RS5 ちょっと紹介させていただいた動画もあるんですけど、まあ、非常に好評だったということで、はい、またあの市場に今今日現在で多分2台しかない、とっても貴重な、めちゃくちゃ珍しいです、ね、車なので、ぜひまあ紹介させていただければと思いまして、はい、土を呼びました。はい、そんな僕全く分かってないんで、また教えてもらうっていう動画で、いやはい、よろしくお願いします。はいはい、じゃあまずまあ今回、はい、まあ、このスポーツバッグですけども、はい、入ってきた、まあ、オプションがすごいついてるっていうのが一つの魅力なんですね。はい、で、まあ、分かれてるように、まあ、このサイズの一番スポーツのグレードのクラスになりますね。はい、RS ですか。RS なので、はい、はい、というところから説明させていただく、はい、まあ、オプションからいった方がいいかな。そうですね、外観のオプションから紹介していただければ、ね、はい、前回りからじゃあ見ていいですか。前回りか、なんかもういじってるんじゃないのっていうぐらい、なんかこう、そういじってる、シュッとしますけど、ね、はい、一番大きなところはカーボンデザインパッケージ、はい、っていうのがついてまして、はい、新車のオプションで88万円かな、そうです、結構ついてるんですよ。はい、まあ、そこら辺こういうフロントのカーボンとか、はい、あとは、まあ、サイドですね、はい、サイドステップ、サイドステップのカーボン、はい、ドアミラーもこれ変わってますよね。ドアミラーは、はい、これ一応オプションパッケージには入ってないんだけど、そのパッケージを入れると無償でつく、はい、ああ、なるほど。ミラーと、あとは、はい、あとでエンジン見てもらえばエンジンのところとか、あ、エンジンのところもあるんですか。そうそうそう、あとはまあこの、はい、こういう黒く塗ってるところもそうだよね。はいはいはい、はい、こういうところも、これもメーカーでやっちゃうんですね。やっちゃう、やっちゃう。で、見えづらいんだけど、ここのクワ、はい、クワトロも、はい、ここもマットグレー、マットグレー、はい、マットグレーに塗ってるっていう、なんかもううちでやりそうなカスタマイズがもう純正でやってあるっていう、デザインパックなんか仕様にしてくださいっていう感じですね、はい、どっちかっていうとね。で、まあ、ちょっとここら辺は後でまた紹介させていただくと、はい、そして後ろで行くと、これ後ろもめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。このウイングと、はい、このディフューザー、あ、サイドのカーボン、あ、もう言ったっけ、はい、この上下というか、そうそうそう、はい、そのモールを残して上下がカーボン、カーボンなんで、カーボンなのもすごいですけど、この造形もすごいですよね。そうそうそう、なんか RS ってこんなにアグレッシブなディフューザーになってる、うん、ディフューザーになってるんですね。だからやっぱり、まあ、はい、なんていうのかな、ここから説明してあると、このやっぱりこの横のライン、はい、プレスラインが、プレスラインがやっぱりこう、わ、すごい、これだってテールランプのこの分こう、うん、ちょっとワイドになってるんですね。そうそうそう、なってる、へえ、クーペもやっぱり綺麗なんで、はいはい、だけどやっぱりこのスポーツバッグ、はい、だからセダンとまたちょっと違った感じなんですけど、はい、まあ、このラインからこう来るのがやっぱクーペに近いラインで、はい、でもちょっとクーペとも違うっすよね。違う、そうです。このフェンダーのラインとこのボディのこのラインと、うん、そこはやってますね。横のこのサイド、こうさっき言いましたけど、はい、ここも一応そのカーボンパッケージで入ってるこのラインですね。もうなんかポイントを押さえてフロントサイド、リア、ミラー、そうですね、はい、リアスポイラーみたいな、そうです、ね、あと僕これだけカーボンパーツがついてると、うん、屋根もこのカーボン欲しいなと思ったんですけど、はいはい、これ屋根はカーボンないんですか。屋根のその、はい、オプションでカーボンルーフっていうのはあるんですよ。はい、ありますよね。これそんなにオプションついてる、これはないんですか。クーペしかないんです。あ、そうなんですか。そうサンルーフは両方あるんですけど、はい、スポーツバッグに関しては、はい、ないです、オプション設定。そうなんですね。本当はね、はい、ここまで来たら欲しいですよね。ちょっとカーボンこれだけ外装にカーボンついてたら欲しいですよね。はいはい、あ、そうなんですね。構造上なのかちょっとあれですけど、あ、はい、なるほど、設定がないので、で純正にプラスして今回は、はいはい、このレイズの18インチホイール、はい、20インチですかね。あ、そうです、18インチじゃない、20インチです、はい、20インチのホイールが入って、はい、車高はカーベイのバージョン3、はい、バージョン3ですね、はいはい、おなじみ の, その伸び縮みで個別に調整できるっていう、もう乗り手の好みに合わせてもうベストな調整ができるっていう車高調整式サスペンションが入ってます。そうですね、はい、あえてカーベイバージョン3にしたっていうのもちょっとポイントだよね。そうですね、うん、このなんか見たら電子制御の足回りが電子制御もともと入ってるんですけど、大体そうするとカーベイでコイルスプリング、ね、はい、入れるのがほとんどだと思うんだけど、はい、やっぱり今こだわりでしょうね、うん、まあ、電子制御ってやっぱり結構好み、うんうん、万人受けはするけど、やっぱり合わない人には全然合わないらしいんで、やっぱりそこベストな位置に持ってきたいってなってくると、カーベイのバージョン3みたいな細かく
自分の好みに合ったものに調整できるものの方がいいみたいですね。別に例えばこれ乗った人でもまた好みに合わせられるもんね、はい、そうですね、その人の好みというよりかは運転者の好みに合わせられると思う、ね、はいはい、やっぱそういったところちょっとこだわり、はい、まあ、こういう車ですからね、そうですね、しっかりこだわっていただいた方がいいと思いますね。ホイールもそんなにこう派手すぎず、まあ、そうですね、はいはい、あとは一応スペースは入れてます、はい、なのでいい感じのデザインになってますよ、だからそんなにあの、はい、つらっつらです、ね、はい、いう形で結構入ってますよ、これ15ミリぐらい入ってますね、うん、入ってます、入ってます、はい、結構、はい、中に入っちゃうんで、はい、そこじゃあ外せばなんかもう全然純正の、もうちょっと本当にあの申し訳ないぐらい中に、はい、中にこう控えめな感じで こういう感じで入っちゃう感じで、はい、こうディーラーにも怒られなそうな、うん、はい、そうですね、インセットにできそうですね、はい、だからこのやっぱりこのラインっていうのはやっぱり RS の一つの魅力だと思います ね、はい、いいですねこれ、はい、フェンダーめちゃめちゃかっこいいですよこれ。だって通常のプレスラインでこう RS じゃなかったらこの、うん、ここでこうシュッとなってるんですよね、その分こうグイッて出てる、うん、はい、だからこう車がちゃんとこうタイヤのとこがこうスポーツカーチックにこう出てる、出てます、はい、あとは後ろのスポーツエキゾースト、はい、RS の、はい、スポエキがついてるんですよ、うん、これもあとでちょっと音切り替えて聞いてもらえればいいんですか、やっぱ純正ですけども、はい、今のこういうスポーツのハイグレードの車ってもう純正でもすごいいい音してますよね、しちゃうんで、まあね、マフラーをうち売るこれだとかなりハードにいかないと純正に負けちゃうぐらいな感じがすると思うんで、まあいい音だと思います、ね、テールも黒くなってるの、そう、黒くなってるのが、はい、まとまりいいですね。あとは内装も一応オプション入ってるんでちょっと見ていきますか、はい、って思ったんですけど僕、そうです、こう枠がないじゃないですか、うん、こうセダンで枠がないのって結構こうすごいスポーティーだなと思ったんですけど、ね、はい、後ろとかも、うん、だいたいセダンだとこう枠ついてるじゃないですか、うんうんうん、窓枠がこのクーペのようなこので今こういう、まあ、一時期からねこういうデザインがよく出るようになったと思うので、はい、やっぱり人気高いですよね、はい、うん、すごいなんかその辺もスポーティーだなって感じちゃったんですけど、こっちに、はい、乗っていただいていいんですか乗っていただいて、はい、毎回恒例ちょっと乗っちゃいます、はい、マッサージついてんのこれ、え、マジっすか、え、本当だ、マッサージついてんの、これエンジンかけないと効かないですか、あ、ついてる、ついてる、マッサージ付き M5 と一緒じゃん、え、車格的には M5 と同じぐらいになるんですか、でも6か、うん、6です6、うん、そうだね、だから本当に、はい、さっきも言ったように快適とスポーツを本当に極めた、いいな、このサイズでマッサージまでついてます、うん、ついてないね普通ね、すごい、っていうか内装めちゃめちゃいいですね、RS のデザインパッケージって言って、はい、まあ、ちょっとその黒と赤 そのステッチのコントラストと、はいはいはい、シートもだってこれめちゃくちゃかっこいいじゃないですか、かっこいいですね、はい、赤ステッチでハンドルのアルカンタラ、はい、あとここのサイドもこういうアルカンタラ入ったり、はいはいはい、はい、シフトもアルカンタラ、あとシートベルト、ここは赤、はい、これシートベルトめちゃくちゃかっこいいです、これ見てください、へえ、最近ちょっとシートベルトみんなこだわってますよね、こだわってます、うん、なんかメルセデスでこう赤くなってたりとか、うん、そうそうそう、はい、エディション1とかね、そう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 、ね、それがちゃんと両サイドだけ赤、うん、へえ、であとはオプションでいくと、はい、そのヘッドアップディスプレイなんかも一応オプションでついてる、ここにニョキって出てくる、はい、あ、出てこないのか、出てこない、はい、ロンドガラスに照らされるやつですね、そうそうそう、あとここのカーボンも一応オプションなんで、あ、そうなんですか、こっちも、うん、そう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 、うわ、しかもここ光るんですか、うん、光る光る、こうさっき赤く光ったっすね、赤く、そうそう、え、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか、これアンディってやっぱりそういう電装系もすごいやっぱり先に進んでるね、そうですね、メーカーとしても、うん、すごい、座った感じしっくりくるでしょう、うん、スポーツシートいい感じです、またちょっと BM とまた違ったホールド感が、うん、はい、そしてこのアルカンのこのハンドルいいっすね、うん、やっぱり、あとはそこのこの周りね、はい、このシフト周りなんかはアウディ独特なんだけどすごいシンプルだね、へえ、まあ、これはバーチャルクラシックですか、これ、そう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 、ちょっとこのヘアラインが入ったなんかアルミみたいな、うん、へえ、ただのこうプラスチックのあれじゃないんですね、そう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 、この辺もすごくシンプルだし、シンプルですね、 TT 乗ってからこっち乗っても、ああなるほど操作に困らない、困らない感じ、すごい、めっちゃいいっすよ、
てかこのアルカンのハンドルいいな、うん、結構でもアルカンのハンドルとかって好み分かれるじゃないですか、うん、こうなんかすぐこうテカテカになっちゃうからっていう、うんでもやっぱりこの吸い付く感じとかいいっすよね、うん、やっぱりまあこれも距離少ないから全然その、はいはい、ですよね全然なんかこう使用感ないですもん全く使用感ないけど、はい、やっぱり出てきちゃうとねちょっとやっぱりあれです、ね、もうそしたら交換しましょう、うんはい、交換ね新品に交換しましょ う, そ う, そ う, そう、はい、でパドルもついてて、はい、でこの辺も全部カーボンなんですねそうですね、あとはそのさっきも言った、はい、メーターのバーチャルコックピットはやっぱり、はい、すごいっすよねこれ、うんえここにナビとかも出せるんですか出せますよ、うん、それはもうこのビュー、はい、ビューって押してもらうこれかええー、いろんな変えられるこれで変えていくんですかうんソースも全部これでわあすごいもう今すごい流れだよねへえもう いちいちこう視点をずらさなくても、うん、ずらさなくてもできる感じで、はいでこうヘッドアップディスプレイっていうかこの前に、うん、だから本当にもう何回もめちゃくちゃ快適じゃないですかこれめちゃくちゃ快適なの快適なの本当にでシートヒーターもついてて、はい、マッサージもついてて、うん、シートヒーターも一応これフロントは純正なんですけど、はい、リアもついててえフロントリアもついてるんですかフロントリアはオプションなんですすごいフロントはね、ノーマルだけどね早速じゃあちょっと、はい、早速じゃないリア座ってみようかな前でもこれはいいっすよ前こんなに前出さないの普通こんぐらいまあそんなもんすよ同じぐらいそのぐらいですよ、はい、このサイズ感でこんなに装備充実してますなんかもうワングレードっていうかもうワンサイズ大きい、うん、普通だったらどうですか後ろいや全然いいっすね快適快適よ本当に、はい、私の身長毎回言いますけど170センチ、はい十分ですね。十分ですね。すごい。土屋くん、あそこ行こうか。はい、わかりました。つって、ね、社長つって。それぐらいちょっと快適な感じで。いいっすね。本当に家族で乗れる車ですよね。はい、早いし。うん。はい、じゃあトランクを。トランク開けます。快適な。こうトランクはもうザこう。スポーツバッグっていうとこじゃないですか。そうそうそうなんですけど一応ゴルフバッグ。普通セダンだとやっぱりトランクってここそうあるからこう開くだけですけど、ね、こういう感じ。スポーツバッグだったらリアガラスごと開くんで、うん、使い勝手めちゃくちゃいいですよね。いいうん、ほらトランクするおじさんが大好き。トランクするそうですね。やっぱりこうこの上になっちゃうとなかなかこうトランクするってないですけど、うん、いやーいいっすこれ。完璧じゃないですか、ね、長い荷物も積めるし、はい、いや本当にこれ快適で速い、うん、だからやっぱりある意味そのスポーツ、ね、クーペもいいですけどスポーツバッグもやっぱりでもクーペってやっぱりこうスタイリングは抜群ですけど、うん、ちょっとあの使い勝手犠牲にしちゃうじゃないですか、うんうんこれだったらもう全然使い勝手犠牲にしないですよねむしろもう普通のセダンより使い勝手いいですよね、うん、むしろだからライン的にはちょっとクーペに見えるね、はいはいはい、スポーツバッグだからこういう感じちょっとトランク短めでっていう、うんいいなあそうそうそうカーボンのところでうん、エンジンルームもちょっとあ見せてくださいぜひ、うん、そのさっきのカーボンパッケージが入ってるんで、はい、結構重厚感がよいしょ結構重たい重たいですねめちゃくちゃエンジンルームもめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。これがオプションなんですか。そうオプションなの。すごい。いやなんか本当にね。なんかチューナーのコンプリートカーですみたいな、うん、もうそんな感じになっちゃってるんですか。そうここになんかねダンで入ってたらなんか。はい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 、このラインもねやっぱり。いいですね、このプレスラインこう、うん、シュッシュッってこう。やっぱりその輸入車ってプレスラインがかっこいいよね。そうですね、うん、ボンネットもだから ここじゃなくてここなんですね、うんうん、やっぱその作り込みっていうのはやっぱりここのね今言ったここのライン、うん、このラインとかこういうのがさもうちょっと前もちゃんとこうフロントのこのヘッドライトに合わせてちょっとこうダクト的なものが、うん、そうそうそうこれダミーですか。ちょっとこう変態チックになっちゃうけどね、こう洗車とかしてるとさこう、うん、ちょっとなんか
そうそうしょ、ね、触ってると本当にこう美しいボディラインだなって。そう、うん、ちょっと変態かな。これちょっとボンネットここまでってすごいですね。なんかすごいでしょ。 TT とかもそうですよね。そうちょっとこう被る。アウト、アウディあれだよね、はい、そういうのちょっと独特ですよね。独特だよね。でもそれでこうプレスラインがこう、そうボンネットのラインとこう横がつながっていくっていう、うん、ほらここやばいよさあさあしないでください、はい、あじゃあ早速でも早速は言っちゃうけど、はい、エンジンじゃあかけてみますか。聞いてみますか。はい、いいんですか。スポーツエキゾースト、あとは、小島さん、あと僕気になるんですけど、灯火類なんかもチェックしていいでしょうか。はい、ああ、電装ね、はい、やっぱりこうかっこいいですかね。これちょっとだってテールランプ、これ造形すごくないですか。すごいよね。こうねボディのプレスラインからこうつながって、はいはい、やっぱね、さっきから流れっていうのやっぱり何回も言っちゃ、教え、あの言ってるけど、ここのだってこんな形のテールランプあります、うん、ないよね、はい、うん、やっぱりシュッて独特だよね。独特ですよね、うん、でこう離れてみるとそんなに立体的に見えないじゃないですか、うん、そう実際こう、はい、本当にこんなテールないですよね。ないって言っても過言じゃないことね、はい、やっぱりちょっとじゃあ灯火類チェックもいいでしょうか、うん、じゃあつける、はい、おお、これスモールですね。これは今スモールです多分、うん、はい、こう一直線にシュッて、で横がこう、おお、あ、やっぱりアウディ流れるんですね。流れる真ん中が、でブレーキがその下ですかね。あー、なるほど。あ、ハイマウント、ここの隙間が光るんですね、うん、だとバックとバックフォグですかね。うわー、ウインカーかっこいいな。はい、あー、バックが両側、トランク側が光るんですね。なるほど。バックフォグとかもありますよね。え、バックフォグ、バックフォグ、あ、ここか。あ、この隣が光るんですね。あ、なるほど。え、意外や意外、このここ光んないんですよ。ありがとうございます、小島さん。フロントもじゃあチェックしてみたいと思います。で、これ今デイライトですよね。デイライト、はい。わ、すげえシュッとしてますね、はい、マトリックセットライト、はい、あー、なるほど。これあれですよね、ハイビームのまんま対向車とかいるとこう、そこだけ避けるやつですよね。うわー、すごい。あ、ミラーはこれさすがに流れないですね。ミラーはね、こうフロントヘッドライトは眉毛のところが流れてます。はい、だとハイビームですか。あー、なるほど。あー、なるほど。で、やっぱり RS だからフォグはないんですよね。いや、かっこいいですねこれ、灯火も。すごい。いや、デイライトかっこいいですよ。なるほど、ありがとうございます。じゃあ早速乗ってみちゃう感じで。乗ってみちゃっていいんですか。乗ってみちゃいましょう、はい。まあ、僕助手席ですけど。助手席ね、助手席でお願いします、はい、じゃあ、はい、ちょっと早速あの足回りの、ちょっとインプレッションというか試乗してみたいと思います。小島さん、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、いいです、はい、じゃあスタートします。はい、ちょっとじゃあ、はい、エンジンスタートしたの、ここのライト赤くつくのも良くない、はい、いいっすよね。じゃあ、つけよう、つけよう、はい、もう一回お願いします。いくよ、はい、最初からもっと、あー、いいですね。ちょっとね、
スタートします。演出がいいですね。じゃあちょっとスタートしますね。ちょっと最初からじゃあマッサージを使っていいですか。マッサージ早くもマッサージ、早くもマッサージいいですか、ね、ウェーブで。じゃあどう、結構さ、あのマッサージ効く、うん、まあ、意外にさ、あの S とかもマッサージ機能あるけど、うん、正直ちょっとあの子供にマッサージされてる感じのぐらいの、うん、あ、まあ、それぐらいがいいんだろうけど、ね、そうですね。じゃあ、はい、行っちゃいますね。全体的にピントが合うようにして OK でございます。はい、じゃあ俺マッサージしようかな。マッサージ使いましょうよ。あ、でもストレッチないんですかね、これ。ウェーブまでしか、あ、これ上と下でやるのか、あ、違うの、使い方がよく分かってないです。こういうことか、こういうことか、こういうことこういうことですね、うん、うわぁ、おぉ普通にこれで終わっちゃう感じでしょ、はい、ちょっと足回りの試乗をちょっとしてみたいと思います、はいはい、ちなみに僕今減衰確認したら伸び縮みともに、7段戻し、7段戻し、はい、ちょい真ん中よりちょい固めに、ちょい固めで、うん、はい、やっぱりさっきも言ったけど、はい、ね、カーベーを入れちゃうっていうのはやっぱすごいね、こう純正のね、あれが入ってるのよ、ね、そうですね。まあ、ただ究極はっていうか、うん、もし例えばカーベーバージョン3合わなければ、うん、まあ、純正今回パーツあるじゃないですか、うん、純正あるから戻してね、戻したいっていう方は戻すことももちろんボンドグループであれば、うん、できるんで、はい、ショップでできますんで、うん、はい、足回りだけね、ホイールはちょっとノーマルないんですけど、ね、そうですね、うん、まあ、ホイールはあのアメタン買いましょ う、 そう、アメタンもすよね、はい、アメタン僕大好きですから、でもデザインやっぱりすごいシンプルだね。そうですね、うん、でもちょっとなんかこのエアコンのこの感じ、ちょっとクラシカルな感じを僕なんかちょっと昔のなんかポルシェみたいな、うん、一直線な感じ、ね、ナビとか、ただメーターとかすごくもう最新な感じですよね、うん、あとこのトリムのこのちょっとザラザラした感じ、そう、ちょっといいですね、今、はい、テストコースで、はい、足回りは普通で、はい、エンジンもノーマルで走ってる感じですね、はい、あ、ちょっとこの間乗せてもらった M4 と全然違います、ね、うん、同じカーベー入ってるけど全然違うでしょ、全然違うですね、全然違うのよ、やっぱりあっちはもうもっとホットに走る車じゃないですか、うん、でこっちってやっぱりある程度こう快適性求めて速いっていう車なんで、うん、いや、カーベーがね、全然抜群に乗り心地いいですね、いいでしょう、セッティングも大体確か同じぐらいなんですけど、うん、うわ、でシフトもすごいスムーズに入る感じ、はい、スースーっと、あとで乗るね、いや全然これ乗り心地いいっす、だから本当に、はい、今もう快適モード、快適っす、快適だよね、はい、あのいつものポジションの道が悪いところも、はい、全然普通ノーマルな感じだよね、はい、全然普通な感じで、いやいいっすね、フル装備でついてるものもいいものついてて、そうっすよね、ドライブセレクト欲しいですか、ポチッ、じゃあダイナミックでお願いします、はい、ダイナミック、わあ、わあ早いですてか、エンジン音、そうっすね、エンジン音てかエキゾーストの音は全然変わる、はいはい、これちょっと高速乗ってみたいですね、うん、高速ね、でオーディオもこれ標準装備ですもんね、うん、マグがガンガンね、いや内装もなんかこのカーボンとアルカンターラと、うん、乗ってて室内のその車内の音とかもその拾わないし、はい、はい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 、あのでも RSK ちょっとあのブレーキがちょっと鳴きやすいっていうのはちょっと、ああビッグキャリパー全般そうですよね、全般そうなんでね、はい、あのどうしても鳴りやすいっていうのはちょっとこうそこはまあデメリットだと思うんですけど、はいはい、でもやっぱりしっかり止まりますからね、うん、そうそうそう、ビッグキャリパー、ここら辺の3000か3000回転の音っていうのがいいっすね、いい音しますよね、こうなんか不快な雑音はこう抑えつつ、うん、そういう演出的なこうエキゾーストサウンドはこうしっかり聞こえるっていう、聞こえる感じで、わあ、そしてまた M4 の時も言ったんですけど、このミラーから見えるこのフェンダーのラインいいっすね、これ、ハンドルのこのまた D シェイプもいいんだよな、
D シェイプってこう足元のこうクリアランスが取れるから、うん、ハンドル下げて使う人でもいいですよね。わ、でも全然本当に乗り心地いいですね。乗り心地いいでしょ。この間の M4 も全然僕的には乗り心地いい。でもスポーツ感はやっぱり、はい、あったよね、はい、どうしてもね。これスポーティーな足回りだなっていう感じはしたんですけど、こっちも全然普通に高級車じゃないですか。全然全然本当にあの女性の方ね、乗られても全然その足回り変えてるんだっていう、はい、言わなきゃ分からない、ね、全然家族で乗られてもこれならちょっと足回り硬いななんていう話にも多分ならないです、うん。やっぱり実際運転していると、はい、アルカンターラのこのステアリングっていいっすよね。いいね。いいですよね。本当に、まあ、レザーもいいんですけど、はい、やっぱりちょっとこうなんか温かみがあるというか、はい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 、なんかねすごいいいアルカンターラ。ちゃんとこのシフトも、まあ、オートマなんでそんな普段こう常時触るものでもないですけど、うん、やっぱり触るところがしっかりこうある感じになってる。ここもだから、はい、いいですよね、横とか。あとドアのこの内側もアルカンになってますよね。やっぱりね、ここまで作り込んでる車ってやっぱりいいなと思うんですよ、ね。多分ドライブセレクトだったり、はい、パーキングアシストだったり、はい、まあ、こういった、はい、まああの何でしょうか、アクティブクルーズとかも全部入ってるんで、はい、快適装備も全部ついてる。全部ついてる。でまたこの辺の操作系もシンプルで使いやすいですよね。うん、使いやすい使いやすい。だって僕この間ウルスちょっと動かしたんですけど、うん、もうドライブセレクトの使い方分かんなかったですもん。分かります、あれ分かりづらいね、うん、何これみたいな。マクラーレンとかなんか結構もう全然全然もうさっぱりです。でもあれはもうああいう、うん、いやあれであれがマクラーレンだから、ちょっと特殊なちょっとあれが、うん、そうそうそう、またいいんですけど、みんなが分かっちゃうと、うん、やっぱりね、そうですね、うん、あるから。いやいいっすねこれ。ぜひ、はい、ヘッドアップディスプレイも今ついてます。ついてるついてる。あ、ついてます、うん、あ、やっぱり運転席からしか見えないです、うん。このねヘッドアップディスプレイの、ね、高さ変えられるのよ。あ、そうなんですか。表示するここで見えづらいかな、ずっとね、はい、あとでこっちからだと取れません、うん、高さが変わるのヘッドアップディスプレイ。あ、そうなんですか、ね、うん、これって、はい、結構いいよね。その運転する人の視点の高さって視点の高さがやっぱりできるから、それは非常にねいい点だと思う。これ多分ヘッドアップディスプレイをあの装備してる車乗ってる人には本当にありがたい。ああ、そうなのっていう装備だね。装備ってまあこれ標準なんだろう。視線を合わせなくていいんですよね。そうそうそう、視点、視線に合わせられる。そうそうそう、合わせられる。そのうち本当に未来の変な話、近未来になったらさ、はいはい、ここら辺に全部情報がバーってできてさ、あ、まあ、自動運転になってさ、はいはい、あれこれナンビの行き先とかも出ますよね。出る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 。そこはもうなるんじゃないかな。すごい、この辺は全部ついてますもんね。ついてる、まあ一通りね。後ろもかっこいいんだな、このシートが。使いこなすと使いやすいけど、使いこなすまではちょっと大変。そうですね、いろいろついてますからね、うん。でもまあ、ただでもまあ分かりやすいから、分かりやすいけど、個人的なちょっと感想になっちゃうけど、うん、アウディが一番細かく設定できるけど、うん、慣れるまでが逆にちょっと大変かもしれない。このナビに関しては、うん、ナビとかこのシステム、こういうドライバーシステム、この辺は使いやすいですけどね、すごく使いやすい、分かりやすいし、うん、中身に関してはちょっといろいろできちゃうから、いろいろできちゃうから、やっぱりその、うん、まあ大体安全装備とかは、はいはい、もうあの推奨でこのまま入れといてもらえればいいと思うんですけど、はい、あ、マッサージが今めっちゃ効いてます。本当に切っちゃったのマッサージ。マッサージでも長距離とかめっちゃいいんですよ。あ、ずっと同じ姿勢で本当に巡航するときとか、うんうん、やっぱり血流悪くなると疲れちゃったりとか、うん、やっぱ長距離走ったりね、この前もアウトバーン走ってるからね、はい、やっぱそういうのを考えた車作りっていうのはやっぱりさすがです、フィードバックされてるよね。まあ乗り心地はもう20丸ですか。5点、5点、10点、10点、いや5点、5点です。あ、5点満点、5点満点です、はい、5点で、はいはい、どっかのパクリだろって言われちゃうんですけど、はいはい、いやいい車です。こんな感じでいいかな。はい、ありがとうございます、
はい、カスタム、ね、最後毎回聞いてるんですけど、おすすめカスタム、まあ、カスタムというか、まあ、この車、まあ、もちろんそのまま乗っていただいてもいいんですけど、はい、もし手を加えるならどんなことがおすすめでしょうか。はい、そうですね、まあ、でも装備がやっぱかなりついちゃってるので、はいはい、結構完成してますよね、うん、バランスは崩したくないなと思いますね、はいはい、だからまああえて言うならもホイールを変える、あ、なるほど、まあ、好みがあるので変えてしまうか、はいはいはい、あとは外装関係は、はい、まあ、ちょっと距離も少ないんで、はい、ボディ状態すごいいいんで、このまあ結構飛ばす、いいですね、コンディションいいですよね、うん、飛ばしちゃう、はい、飛ばせちゃう車なんで、はい、走る車ですからね、プロテクションフィルム、あ、なるほど、フロントに傷防止のフィルムを貼ってってことですね、シルとかで貼ってもいいのかなと思いますね、はい、だからあえて言うならば、はい、まあ、今回ちょっとこのベースこのまま乗っていただきたい部分もあるので、はい、ホイールかフィルム、はいはい、毎回なんかこう改造の話ばっかりしてますけど、そうそうそう、ボンドに行くとすぐ改造されちゃうんじゃないかなと思われちゃうかもしれないですけど、改造しちゃうけどね、はい、まあ、このまま改造しますか、改造しちゃうけど、はい、まあ、ノーマルがいい方はもちろんこのまま乗っていただいて、うん、はい、やっぱベースチャイルとして、うん、はい、全然このままでいいと思います、コンディションがいいんで、はい、まあ、フィルムなんかがおすすめってことです、うん、はい、僕が言ったらね、レーダーもドラウレコも両方ついてるんで、あ、そうですね、その辺のもう必要なものついてますから、ね、ついてますから本当に、はい、ええ、非常におすすめな車の時代でございます、はい、はい、というわけで今回はボンドカーズアリーナ店より、アウディ RS5 スポーツバッグをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。